はい、どうも山本明です、今日はですね、新しい新居にですね、私のねデスクを置きたいと思いまして、こちらのね、コホーっていうんかな、コホーデスクプレミアムだったっけ、はい、まあ、そちらのねデスクを購入しましたので、まあ、こちらをね今から組み立てていきたいと思います。はい、でね、もう今先ほどねこちらの荷物を受け取ったんですけど、もうね持てないぐらい重いです。はい、一応このね天板だけで30キロ、でもねもっとあるような気がしました。はい、もう本当に持って歩くのがもう無理なぐらい重かったのと、こっちのね足の方も、かなり重いので、まあ、相当な重量になるので、まあ、とりあえず、まあ、気をつけておいた方がいいのは、まあ、めちゃくちゃ重いよっていうところだけね知っておいてください。はい、ということでいきなりねちょっとネガティブな話になったかもしれないんですけど、まずは、こちらね組み立てていきたいと思います。はい、まずですねちょっとね開封したら、こちらのね組み立て方が、はい、この箱に、天板の箱に、載ってます。はい、まあ、これをね見ながら、まあ、組み立てていくよという感じですかね。はい、であとこっちが、足の方になりますけど、まあ、こんな感じで、ね、まあ、部品が入っているという感じかな。はい、これでねやっていきたいと思います。はい、ということでね、こちらの、コホデスクプレミアム、はい、完成しました。はい、でちょっとねまだ引っ越し前の段階になってますので、ちょっと反響がかなり、響くかと思いますけど、はい、まあ、ちょっとね、ワイヤレスマイクを使ってご紹介していきたいと思います。はい、でまずですね、こちらのデスクなんですけど、まあ、軽くねスペックの方をご紹介していきます。はい、まずね、私が買ったのがこのね、まず足の部分が黒です。はい、黒と白があります。で、天板のねカラーが、ナチュラル、ウォールナット、ブラック、ホワイトとねありますけど、私がね選んだのはホワイトになります。はい、なぜね、ホワイトを選んだかと言いますと、やっぱりねちょっと商品を、取ったりね、するケースがありますので、まあ、こういったね、白い、天板の方がいいんじゃないかなというところで選びました。あとはねやっぱりデザイン性ですね。はい、足をね、黒にした方がいいかなって思ったのが、白だとね、まあ、ちょっと汚れやすいかなっていうのもありましたので、足は黒にして、で、まあ、この辺のね、リモコンだとかが黒になりますので、まあ、こういったね、まあ、モニターも含めて結構黒いね、まあアイテムが多いので、まあ、この白黒のねデザインを選びました。はい、で、まあ、私のね選んだこの天板はですね、サイズがねいくつかあるんですけど、まあ、私が選んだのは140のねこちらの幅のものを選んでおります。はい、120、140、160、一応グレーアウトしてますけど180もあったのかな。はい、まあ今はこの120、140、160しか選べないようになっているので、まあ、そのね商品展開かなというふうに思います。まあ細かいところねお話ししていく前にですね、まあいろいろとねこちらのこの、コホデスクさん、コホデスクさんになるのがコホっていうね、メーカーさんになりますけど、こういったね軍手までね2人分入ってたんですよ。はい、まあ使わなかったですけど、まあ、こういったね、配慮もしているっていうところが、まあ、素晴らしいなというふうに思いました。はい、であと、まあ、こういったね配線のこうね止めるやつだとかもあったりとか、こういったねマグネットも入ってます。はい、でまあこのねコホデスクプレミアムはですね、この裏がですね、このスチール、まあ、鉄板が入っているタイプになってますので、まあ、この裏ねいろいろとこう磁石で付けられるようになっています。はい、であとねケーブルを止めるようなこういったものも付属で、こちらね3つ付いてました。はい、まあ、そういったものもあるよということになりますね。でまあいろいろとねオプションあったりとかするんですけど、私はねとりあえずオプションなしで購入しました。まあ同時購入で買うとね割引が効くみたいなんですけど、まあそんなにいるかなって思ったのと、まあいろいろとこうやってねつけていくし、
あとはまあ自分でこういうね磁石のタイプの商品をね選んでつけていったらいいかなっていうふうに思ったので、追加のアイテムは購入しなかったです。はい。でまあ実際ね組み立ててみて思ったのはですね、まずこの冒頭にもねお伝えした通りめちゃくちゃ重いんですよ。はい。でこのね天板の重さが私ね140のものを選んだので、それでいくと140のサイズが 30.7kg、このね天板だけであります。はい。で足の部分が 31kg ということになりますので、トータル 61.7kg か、はい、っていう感じになるんで、まあ、私はもうちょっと体重重いですけど、はい、まあそれぐらいの重量があるよということになりますね。で一応ね耐荷重は125kg ということになってますので、天板を含むってどういうことなんだろう。天板を含むって書いてあるってことは、まあ大体ね90kg ぐらいですかね。はい。まあ、なのでこの辺のね、まあ、モニターだとか乗せたりとかすると、まあ、多少ね重量プラスされるかと思いますけど、はい、まあそんなにねめちゃめちゃ重いものを乗せるわけではないので、まあ、大丈夫かなというふうに思います。でまあ組み立てはですね、まあ、結構やっぱり重量があるので、まあ、難しかったんですけど、難しかったというか、まあ、簡単ですけど苦労しました。はい。で、基本的にこのね、この六角レンチを使って作業するだけになるんで、一応ね電動ドライバー準備してたんですけど、付属のね六角レンチを使って作業をすれば、まあ、大丈夫かなというふうに思います。あとは、まあ、電動もし使うのであればこのね六角の電動ドライバーがあったらいいのかなと思いますけど、結構ね力加減とかが難しいんで、私はねこの付属のものでいいんじゃないかなって思います。はい。あと、まあ、もう一個ね小さいこの六角レンチあるんですけど、これはリモコンをつけるための六角レンチになってます。はい。ネジがねネジの大きさがちょっと違うということになっているので、まあ、そういう形で組み立てていきました。はい。まあ、簡単なんですけど、まあ、その重量の問題でね、結構起こす時とかが大変だよということになります。今スタンディングの状態、まあ、大体ね私は100の高さにしましたけど、はい。まあ、それでいくとこんな感じでね、はい。まあ、いい感じで、ちょっとまだ電源でつないでないんですけど、まあ、この、Bluetooth のねキークロンの、KA とか、はい。まあ、こういう感じでできたりだとか、はい。まあ、作業ね、スタンディングでできるようになるよということになります。はい。ちょっとね、まあ、この辺はね、まあ、いろいろとまた変えていきたいと思ってますけど、まだこのね配置だとかも、悩ましくてですね、で、まあ、椅子もねまだ届いてない状態というか、まだ選んでない状態になっているので、まあ、しばらくはこの、ね、立ちながら作業をして、まあ、やっていこうかなと思ってます。いい椅子がね見つかったら、まあ、買おうかなって思ってはいるんですけど、まあ、ここでねちょっとね皆さんに、まあ、相談したいんですけど、椅子ですよ、椅子で、まあ、そのオフィスチェアみたいなね感じのこうごっついやつはあんまり買おうと思ってなくてですね、どちらかというと、まあ、スタイリッシュで、まあ、そこそこコンパクト、はい。で、まあ、極力疲れないような椅子をね探してまして、はい。まあ今のところ伊藤木だったかな、はい。まあ、伊藤木のこれねめちゃくちゃ高いんですけど、伊藤木のバーテブラ、はい。伊藤木の、ね、バーテブラっていう、まあ、タイプのものがあるんですけど、まあ、それが結構気になってます。はい。まあ、安いタイプもあるんですけど、まあ、どこまでねここもお金かけるかですよね。まあ、ただ結構ねやっぱり私もこう作業していてね眠たくなるので、それでいくとこうね、立ったり座ったり立ったり座ったり、まあ、せっかくねこの電動昇降デスクにしたわけなの で、 でそれでいくと、まあ、頻繁に立ったり座ったりするかなっていうところで、そこまでね椅子を重視してるわけではないです。ですぐ、まあ、横のね部屋には、まあ、ソファーだとかもね置こうと思ってるので、まあ、ちょっと休憩したかったらそういうね別の部屋で休憩もできますし、はい。まあ、そんな感じでこうね、まあ、いい感じのチェアをね探しているよということになってます。はい。まあ、これに合わせた感じで
まあ、やりたいと思いますけど、でまあちょっとね実際下げてみましょうか。これね一番マックスまで下げると63センチまでね、下がります。はい、ここまでです。ここまでだと多分画面で見えてないんじゃないかな。まあ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 何度かね、多少この辺までね見えてるかと思いますけど、ここまで下がります。で私がこう正座すると、まあ、こんな感じの、状態になるので、正座したね作業っていうのはそれとちょっと高い感じですね。はい、やっぱり何かしら、まあ、座って、作業しなきゃいけないかなという感じになります。で、一応ねスタンディングは私ね100で合わせました。はい、まあ、これがね100の高さになっているので、ちょうどこのね、肘のこの曲がる、高さぐらいに合わせた感じになります。はい、まあ、それぐらいがまあ理想かなというところでやってみました。まあこれはね、まあ、やりながら調節していこうかなと思いますけど、はい、でねこのリモコンは3つのねメモリー機能があります。はい、まあ、なので一応ね今2番にこのスタンディングの状態の高さをセットしてます。で1はまあそのね座った状態にセットしたいなと思ってて、まあ、3番どうするかなっていう感じなんですけど、はい、まあ、そんな感じでこのね一番この右下に M というねマークがあるんで、これをね長押ししてセットする感じになりますね。まあ、単純な操作になりますので、まあ、誰でもね使えるんじゃないかなというふうに思います。今日はもうマイクの方もねまだケーブルだとか持ってきてないんで、今ねワイヤレスマイクで撮ってますし、でライトもね1灯だけしか持ってきてないんで、まあ、この辺りもねどうこう配置していくかっていうところを、まあ、悩んでいるところです。はい、で今こっちから撮ってますけど、まあ基本的にはねこっちから撮ろうかなと思ってます。はい、まあ、この辺のねモニターを、まあ、ずらして、でこのね、このモニターを見ながら自撮りねする感じで YouTube のね動画を撮ろうかなと思ってます。はい、で今ねこれマイクにしてますけど、これは基本的に点釣りのねカメラをつけるためにつけてるので、まあマイクはですねもう直接このショットガンと、あとは私が使っているタスカムのポータキャプチャー X6、はい、こちらをね使って撮っていこうかなというふうに思ってます。はい、まあ、そんな感じでちょっとね、まあ、少しずつ環境をね整えていきながら私のねこの自宅スタジオを完成させていきたいなというふうに思っています。まあ、今後はこの、まあ、長期レビューといいますか、まあ、数ヶ月経った後実際使ってみて、まあ、どうなのかというところもねご紹介したいと思いますし、あとは私もねタカボンさんかな、はい、ぜひですね、まあ、この電動昇降デスク気になっている方はタカボンさんだったと思うんだけど、コホデスクとかでね検索すると、まあ、必ず出てくると思います。はい、タカポンじゃなくてタカボンさんですね。タカボンさんが、このねコホデスクプレミアムだとか、あとは、対抗としては瀬戸さんもねフレキシスポットをね購入されていたかと思うんですけど、はい、まあいろいろとね、まあ、私もそのフレキシスポットを、まあ、最初に確認しつつ、このねコホデスクプレミアムを、まあ、選んだわけなんですけど、もう本当にこのねタカボンさんの、この動画をね参考にしてこちらねコホデスクプレミアムを購入しましたので、ぜひですね、気になる方は概要欄の方にね、タカボンさんのリンクね貼っておきますので、ぜひねチェックしてみてください。はい、まあ、私はねこれ自分で購入したので、まあ、全然ね提供品ではないんですけど、はい、まあ本当この、うん、安定感もねこれめちゃくちゃしっかりしてるし、もう全然びくともしない感じになってるので、まあ、この辺りもね安心感ありますよね。あとねこのデスクのこの R ですね、はい、これが手前側と奥側の角度違うんですよ。で奥側は結構ねこのちゃんと角は取ってあるんですけど、
キュッとこう丸くなってて、で手前のね、自分が座る側っていうのはこうね、なだらかに、こう斜めね、こう傾斜がついている感じになってます。はい、そのあたりのね配慮も素晴らしいですね。まあ、なので手にね跡がつくっていうことは多分ねないと思います。はい、こっちだったらちょっとね跡つくかもしれないけど、これだったらねまあほぼ跡つかないと思います。でこの辺のね作業もうちょっと高い方がいいから、はい、こういう感じで作業ねできますので、うん、こういったところもすごいかな。はい、いいですよね。でまあ今後ね私がこう追加のアイテムを買おうと思っているのは、まずねここの裏に、マグネットのね、ティッシュの箱を入れられる箱を買おうかなって思ってます。はい、あと、この悩ましいのはねケーブル関係ですね。この昇降するのでここのねデスク側に固定できるようにデスク側にそのタコ足のね配線をまあ組むしかないかなと思ってます。はい、まあ、なのでこのモニターもここからコンセントまでね出すっていうのもまあ難しいですし、この難しいのはねやっぱねその昇降しちゃうのでその分のねコンセントの遊びが必要になってくるので、まあ、そこをね工夫していく必要がありますよね。なのでケーブル延長コードをまあ買ってちゃんとこの裏にね磁石でつけられるような延長コードがまあ必要かなっていう部分と、まあね下に置いてもいいですけど、せっかくね先々はね、まあ、お掃除ロボットとかでねやってもらった方がまあ楽なので、そう、まあ、下はね極力物は置かないような感じで、対策ねしていきたいなというふうに思ってます。はい、まあ、なのでちょっといろいろと工夫しながらになるので、まあ、これからのね完成を楽しみにしていただいて、完成したら、まあ、またね動画の方をね出していきたいなというふうに思ってます。はい、まあ、ざっとねそんな感じかな。まあ、ちょっとね本当にあの引っ越しの準備が忙しくてですね、まあ、なかなかちょっと一時ね動画パパッと出せないタイミングがあるかもしれないんですけど、あの引き続きね、まあこういった、まああのガジェット系は少ないかもしれないんですけど、まあ、基本的にはカメラの、チャンネルとなってますので引き続きね、ご覧いただけたらなというふうに思います。はい、ということでね最後までご視聴ありがとうございました。またね次回この動画もご覧いただけたらなというふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。